シャルドネは白ワイン用ブドウ品種。カ皮が緑色の種付きブドウである。シャルドネの名はフランスブルゴーニュのマコネにある村、シャルドネから取ったものと考えられる。マコネでは現在プイフィウッセが生産されており、そこで最初に変異種が生まれた可能性がある。カリフォルニア大学デイビス校の DNA 型鑑定結果によれば、シャルドネ種は ピノシュとグアイス・ブランシュとの交配種として生まれたと考えられている。グアイス・ブランシュとは、クロアチア原産と思われる全滅種である。シャルドネ種はまた、オーバイン、ビーノス、ムロンブラン、また歴史的には、ピノ・シャルドネといった名前で知られている。シャルドネ種から作られた白ワイン醸造家やワイン愛好家にとっても、シャルドネ種の魅力としては、汎用性が挙げられる。米国ではよく、 酸味を和らげるために十分に発酵させ、オーク材の樽を使う。オークソンを使わなければ、シャルドネシュは、普通柔らかなワインに仕上がり、フルーティな香りがする。オークソンを使うと、年月を経るうちに、スモーク、バニラ、キャラメル、バターの香りを醸し出すようになる。フランス産オークにしろ、アメリカ産オークにしろ、オークソンを使用することで、ソンが焼き付けられた程度に合わせて、 最終的なフレーバーが決まる。低予算のワインの場合、多くはステンレススチールの容器に酸やチップの形で取り入れられる。その方がオーク材の樽より安上がりだからである。シャルドネシュの本家はシャブリの醸造地域よりはるかに涼しい気候でオーク材の使用は伝統的に人気がなかった。マレルイクティックファーメンテーションもまた一般的ではなかった。このためワインは 酸味がはっきりした味に仕上がり、ミネラル分や純度がくっきりとする。他のブルゴーニワインの産地では、フルボディのオークとチーズのアロマに仕上がる。シャルドネシュはまた、シャンパーニュ地方でも重要な役割を果たす。シャンパーニュには100%シャルドネシュで作られた、ブランドブランのラベルのシャンパンが存在する。シャルドネシュはシャンパンに似たスパークリングワインにも使用されている。シャルドネシュは、 世界中で主要銘柄としての人気を獲得している。一方で、それゆえに一部のワイン愛好家からは、ABC と言われて敬遠されることもある。ワイン専門家のオズクラークは、ワイン愛飲家の一部は、シャルドネシュを無慈悲な植民者であり、世界のブドウ園と世界の味覚の破壊者とみなしていると、書いた。ブルゴーニュのシャルドネシュの畑2001年の、 作付け面積は推定14万ヘクタールであり、全武道品種の中で第8位だった。主な生産国はアメリカ合衆国、フランス、オーストラリア、イタリアである。オーストラリアとニュージーランドでは、シャルドネシュのワインは一般的な白ワインの一つとなっている。2005年時点で、シャルドネシュはオーストラリアで最も広く栽培されているドウ品種である。また、 オーストラリアはシャルドネをブレンドに用いる数少ない地域の一つで、ここでは伝統的にセミオン種と混ぜている。オズクラーク、ブドウ百科ウェブスターズ、インターナショナルパブリッシャーズ、2001P191。ありがとうございます。